先の将軍の実弟足利義昭は将軍位につくことを望みながらも京の混乱を避け越前に滞在していた。我が名作五郎次郎、さてと片付けちまおうか。というわけです。元就殿もご参加いただけますか。副将軍になれるというならば参じるほかあるまい。失礼ながら副将軍に興味がおありで。御子屋敷将軍の下で副将軍の座を得られれば、政はわしの思い通り、これで毛利も安泰よ。今の話は聞かなかったことに。やっぱり勝者は元就殿で決まりかな。後々のため試合で恩を売っとくか。これより試合を始める。みな存分に力を振るうがよいぞ。第一の試合の相手は我が兵が務める。できる限り早く倒してみせよ。毛利安泰のため何としても勝たねばな。俺も手を貸すぞ。将来の副将軍様に恩を売っといて損はねえだろう。一応伝えておくが、将軍様がいなくなりゃ試合は中止だそうだ。心に留めておいてくれ。さすがの腕前である。ちと簡単すぎたか。第2試合の相手はこの者たちを見事倒してみせるがよい。立ち上がれ。その荷をこっちに渡せ。その荷はいいだろう。上様への献上品、賊どもに奪われるわけには。他の連中に勝ちたいなら素早く倒した方がいいんじゃねえか。こんなの将軍様の道楽だろ。なんで俺たちがこんなこと。おお、なんたる武勇。他の猛者たちを次々と倒してしまうとは。将軍家の二打が襲われてるようだ。あれを守れば将軍様も褒めてくれるだろうぜ。わしが行くか。ふむ、見事だ。噂にたがいいぞ。かぬ武勇よな。なんと大事な二打を守ってくれたのか。そなたの忠義しかと受け取ったぞ。では第三試合を開始する。身を隠した忍びを探り当て速やかに倒すのだ。各所に配した者たちから手がかりを得よう。さすれば忍びの居場所が明らかとなろう。忍びの剣か。俺たちに勝ったら教えてやる。見事。知っていることを教えましょう。出番だな。おお、そこのお方、お助けください。わしが行くか。邪魔する奴は許さねえ。やっちまえ。十分だ。忍びについて教えて差し上げよう。出番だな。
いざお前らに。ありがとうございます。忍びですか。そういえばあちらで。で、見つかっちまった。ああ、これで俺たちの負けだっけ。いや、こいつを倒せば俺らの勝ちだ。ほう、勝ち。いいぞ。隠れた忍びを見つけ出したか。鵜呑みならず頭を冴えておるようだな。この私が御前試合に呼ばれぬとは、上様に問いたださねば気が済みません。出番だな。いいぞお前。わしが行くか。何やら不穏な輩が乱入してきた。止めねえとまずいんじゃねえか。上様、松永が攻めてまいりました。防ぐには城内の兵が少のうございます。久々で呼ばれた城はまずかったか。各地の兵を呼び戻し守りを固めるのだ。他の奴らは松永に気づいてねえようだ。俺らで将軍様を守ればこりゃ大手柄だぞ。敵将打ち取ったぞ。耐えきれ、引かせてもらう。おお、私の危機を察し駆けつけてくれたか。そなたの忠告を褒めて使わす。やれやれ、おかげで助かったぞ。そなたの比類なき忠義と実力見届けたぞ。副将軍にして使わす。これにて試合終了だ。あの腹黒き者が副将軍とは、このままでは上様が道を外しかねえ。なんとかせねば。強者こそ勝者のはず。副将軍を倒した者こそ真の勝者だ。わしが行くか。勝利条件変更。青二歳どもがこのわしに立てつくか。面倒だがきつく灸を据えておかねばなるまい。こら、副将軍はもう決まったのだ。勝手に試合を続けるでない。こりゃまずいな。あいつらが相手じゃ勝つのは簡単じゃねえぞ。四郎、騎馬隊を率いて副将軍を叩け。よっは、必ずや奴を仕留めてみせまする。わしが俺だ。副将軍殿に敬意を表し、余が直々に相手をして使わす。開門。副将軍にふさわしいのはお前ではない。皆の者、出会え出会え。副将軍に加勢するの。いいぞお前。そうだ。わしが三つぶち。何をのんきに見ておる。副将軍に助太刀してまいれ。は、長い。直ちに。いいだろう。手番だ。皆で一人を攻めるなど下道の振る舞い、しばし時を待とう。また将軍様のご命令だ。次は副将軍殿に加勢しろってよ。ここで副将軍殿が敗れれば乱世に逆戻る。わしが言う。いいだろう。しないとも限らない。やるしかないだろう。やっぱ不器用にしたか。ひとまず身を隠しては。開門。出番だな。日は熟した。みんな副将軍のもとへ駆けよう。妙策をもって天下無双をなす。清く正しき上杉の力、思い知るがよい。敵将、
討ち取ったりだ。フルはなんだか。見事、さらに精進せよ。かなう相手ではなかったか。面白い。相手に不足なし。この剣心が相手となろう。開門。よくらえ。攻撃。漁夫の利をいただくとしよう。呼吸は武将なる者よ。そなたを払い、正道を正さん。狙った。俺の腕は天下無双なんでね。敗者に正しきを語る資格なし。飛行。御前試合と聞いてきたが、この乱戦はどうしたことか。我らにとっては好都合よ。それ今のうちに将軍を倒してしまえ。貴様こそ真の貴いいぞ勝者ということか。我ら京に帰り咲くため将軍を討つ。するならば貴様も。余儀を食らえ。さて次はどいつだ。かなう相手ではなかったか。いいぞ、見事な働きだ。ここは引こうかあるまい。ここは引こうかあるまい。まずまず筋書き通り。策の触りは覗かねばならぬ。わしの役目はここまでだ。存外やりおる。ならば正真正銘まことの今川義元が相手をしてやるわ。開門。どちらが天下の覇者にふさわしいか決着をつけようぞ。瀬名を傷つけるとは許せぬ。調子が出てきた。合わせるか。場数が違うわ。策の触りは覗かねばならぬ。輝かしいご活躍さすがでございまする。はあ、ねえ、ウヌの力認めざるを得ぬか。これで毛利も安泰よ。ようやく終わったか。俺が見込んだ通りやっぱりあいつが最強だったな。元就殿が副将軍になってからというもの、天下の誰もが私を大切に扱ってくれるようになったぞ。それは何より。ならば上様、毛利の働きに報いてくれましょうな。報いるとは。無論モノノフの功に報いると申さば修行のほかございますまい。しかし今の足利家に与えるべき土地など。心配はご無用。お許しをいただければ己が手で切り取りますゆえ。の大義なき戦など認められようか。将軍家のご意向こそがモノノフの大義。そのための上様でございましょう。